なんだって？ヨギママがツイキャス版になったん？これご本人が書いてんじゃないの？いつもヨギママの話なんかしてないよね、私一切ね。ヨギママ、ちょっと調べてみようかな。全然あるんだけどアカウント。どこを見てんの？これか。本人が書いてるっしょ。ね。全然あんだけど。それであるのに、バンになったとか言ってさ、ね、話題を作ってんのご本人じゃないの？だってここ一週間ぐらい私話してないよね、ヨギママの話なんかね。ほっといてって言うかな。もう話題にもしてないっすよ、一週間ぐらいね。ヨギママのヨギの字もしてないよね。じゃないんだって、ほっといてほしいって言うんだからさ。それで、寂しくなったが匿名で自分の名前を出してほしいと。もう丸わかりですね、ヨギママ先生。ただほっといてほしいんだから、私はもうね、余計な話はしません。まためんどくさくなるんで。で、この間だってね、すごいめんどくさがってんね、枠で話したら。たまにね、話すと、なんか、逆上してね、また自分で枠つけてさ、ね、それでいきなりなんか、ブチ切れられてね、逆上されて、私に当てつけみたいなさ。いや、結構だるんよ。ねえ。ねえ。言葉っていうのは返ってくるからね、絶対ね。サル痘を馬鹿にしちゃダメだからね。大変なんだから、今苦しんでる人がいるんだから。いや、こういうのは因果応報で返ってくるからね。だって散々私のことね、コロナで馬鹿にした人が最近コロナになったんですよ。私に謝ってきたからね。奈々ちゃんがコロナにかかった時にディスったけど、私もかかって辛いってことが分かりましたって。すいませんでしたって来たから。昨日かなんか。うん。ね、私のことをいじめたからね、去年。因果応報ですよ。うん。なんで謝るの？相当ひどいこと書いたんじゃない？私が苦しんでる時に。ざまーんとかさ、死ねようぐらいに感じて書いたんじゃないかね。そういうことじゃない？うん。そうそう。必ず書いてくるね。自分の口から出したことは、必ず自分に書いてくる。鏡みたいなもんでね。そうじゃん。うん。いや、私だって、病気のこと言ったら病気になっちゃったしね。帰ってきたの。私結構帰ってくるの。結構早く帰ってくるタイプ？ね、口に出したことすぐ実現化されて自分に帰ってくるかな？いつもね、謝ったりとか失敗したりするの。そう。モスコちゃんのディスリーをしたやん。あれはあっちからしたからね。じゃない？だからツイキャスにいられなくなっちゃったんでしょ？ TikTok に行ったんじゃん。それも因果応報だよ。ね、もともとツイキャスでやってて、ツイキャス居場所なくなって、ふわっち行って、ふわっちから TikTok に行ったやん。ね、それはツイキャスのことを散々ね、言ってたからだよ、自分で。うん。ね。だ、その法則性に当たるんじゃないかな、そういうのもさ、モスコちゃんの件もね。まあ、今更って感じだけど、TikTok で、今ね、バズってて、頑張ってるから別にいいんじゃないの？うん。そうそう、結果往来ね、なんかそっから挽回すればね、失敗しても、チャンスはあるっていうかさ、また巻き返せばいいんだよ。ピンチをチャンスにじゃないけどね、ヒデママが言ってたけど。うん。ヒデママが言ってたやん。本当だよね。あのさ、そんな過去のことをさ、またさ、根掘り葉掘り聞くのやめてくれる？もう終わったことじゃん。しつこいよね、ここの人ってね。あの時こうやって言ったじゃん、奈々ちゃんって、それはどうなの？とかさ、今さら？このアキナとかしつこいよね。どんだけ私のこと好きなの？ね。もうそんなのみんな忘れてんだよ。な？
もう過去の女って感じ。おめえは古いの。過去に囚われて、もうずーっとずーっと古い。ね。檻に囚われて、その鍵が開いてない状態。ずーっと檻に閉じこもってんの。ね、こういうやつは消えた方がいい。いや、なんか過去の話とかさ、出してくると絶対喧嘩になんない。ね、そのことが終わってたとするじゃん。終わってて謝ったりとかしてて、例えば友達とか彼氏とかでもそうだよ。過去のことを出すと絶対に喧嘩になるの。あの話はもうしないでよってね。ね、もう終わってんだからってまた喧嘩になるじゃん。うん。だからあんまり過去の、そういうね、ことは、話さない方がいいんだよ、人間っていうのはね。前向きに生きていかないと、絶対に喧嘩になっちゃうからな。うん。ね。だから、こういうアキナちゃんみたいな人は、絶対に嫌われてるよね、周りにね。女に嫌われるタイプっていうかさ、ねちねちしつこくてね。ずーっと粘着質で、若い男の枠ばっかさ、あちこち行ってね、尻尾振ってさ、一番嫌われるタイプだ。うん。それでね、私の LINE を、プライベートの LINE をね、たぬき掲示板に載せちゃったりとかして、あなたと私しか知らない情報を、ね、なぜかたぬきに載ってたんだよね。うん。で、これ以上私のね、プライベートを晒すと訴えますよって私言ったの。そしたら、すいません。ごめんなさい、もう二度としませんって謝ってきたからね。うん。ほほほ。いや、しつこくないよ。大人の解決の仕方ってそうじゃない？結局そうやって解決していくしかないんじゃん。だってさ、大人なんだ。子供の喧嘩じゃないんだから。ねえ。いや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 、皆さんはどちらの方を持つんですか？一人のリスナーの方を持つの？それとも私の方を持つの？みんなはどこの枠を見に来始めてんのかな？毎朝どこの枠でおしゃべりしてんのかな？アキナちゃんの枠でおしゃべりしてるわけじゃないよね。だったらアキナちゃんが、配信者になればいいんじゃないの？自分で枠をつけてさ。で、何人来るかわかんないけど、あなたの話を何人聞いてくれんだろうね。あなたの話をね、聞いてるのは、ここの枠でコメントを打ってるからであって、あなたが枠をつけてね、話しても誰も聞きに来ないんだよ。でしょ？ここの枠で、アキナちゃんはコメントしてるから、みんなに注目をね、浴びて、ね、そうやって、アキナちゃん、アキナちゃんって言ってもらえるだけで、お外に出たらだったら誰って感じよ。いらなくていい。じゃあ、ここはなんか前髪がチリチリさ、目にかかってもううざいんだよね、こうね。な、結局こうやってさ、こういう風にやっちゃう。そうすると割れるじゃん。それまた元に戻すじゃん。また気になるじゃん。またこうやってやるじゃん。また割れるじゃん。また戻すじゃん。また割れるじゃん。こういう風に。このループ。ちょっとゴキブリいたー。ゴキブリー。ゴキブリがいたわ。どうしよう。人間は。すみません。謝ってんじゃねえよ、お前。他に言うことないの？一言で終わり？おめえも悪いと思ってんのか？本当に思ってんのか？なあ。おい、シリ。思ってんのかってんだよ。答えろよ。バカにしてんの？バカにしてんのか？え？してんのかっつってんだよ。答えろよ。シリに八つ当たりどこに。うん。だって自分の人生楽しめないの。ね、比べてる時点で。今日マジ性格悪くない？お前もなー。お前もねー。お前もねー。お前もなー。あんたもねー。
ほんとね。じゃあ言ってあげるよ。性格が悪いとか言ってるやつが一番性格悪いんだよ。な人のことの性格、お前、あんた性格悪いよねって言ってるやつが一番性格悪いんだよ。いや、だいたいもう経験値上そうだよね、私。今までいろんな人をね、見てきたけど、あんた性格悪いよねって言ってる女が一番性格悪いんだよ。な、経験則ね、私。お前もなって言いたくなっちゃうね。私はね、血液型 AB 型。1983年生まれ。昭和58年。この年は何があったかっていうと、ファミリーコンピューター発売と、東京ディズニーランドができた日だよね。宇多田ヒカルと同級生。うん。1983年はファミリーコンピューターが発売された。あと、東京ディズニーランドがオープンした年。で、毎年毎年、私の誕生日と東京ディズニーランドの誕生日は一緒なの。あ、お茶ばっかりありがとう、チャリンチャリン。だから30何。だから今年で多分39周年になると思うんだよね、ディズニー。来年40周年。そうでしょ。東京ディズニーランドと一緒だから誕生日。来年40歳。うん。で、星座は、11月6日生まれだから、サソリ座。ね。毒のように刺して、美味しいとこ持ってくような性格よ。ね。一点集中ブスって刺してさ、サソリ座の性格ってね。あ、ごてんちゃお茶ばかりありがとう。いえいえ、チャリンチャリーン。だから歌でもあるんで、サソリ座の女って、もろあの歌だよね、私ね。沖の住むまで笑うがいいわってね。地獄の底までついてゆくってね。いや、AB 型のね、サソリ座はね、結構レアじゃない。AB 型自体が日本では結構レアだけど、それプラスサソリ座って結構変わりもん多いよね。AB、サソリ座って。うん。でね、えとはね、私ね、イノシシ年なんですよ。初突猛進。もうまっすぐしか進めない。正直もんってことだよね。イノシシは初突猛進っていうね、言葉があるんだけど、もう、まっすぐに進むんで、イノシシってね。だから初突猛進っていうんだけど、うん。初突猛進ね、ごめん。初突猛進。はーい、初突。ちょっとつ、ちょちょちょ、直径10ミリ、半半半、半径5ミリ、ちょちょちょ、直径10ミリ、小池あちびのは、直径10ミリでつ、つまり半径5ミリでちゅう、おいちいでちゅう、パク、ちょちょちょ、直径10ミリ、半半半、半径5ミリ、ちょちょちょ、直径10ミリ、小池あちびのは、って知らない？あ、知らないんだ、ちびのは。ね。こうなるわけだから、ねえ、これがね、これがこうなるわけだから、こうやってね。この差結構すごいよね。ね。鈴木園子みたい。こちら、びっくりマン、あ、もうごめんね。そして、私たちは、今月会うからね、二人で家出でと、ケンジとナナは出会って、もう7ヶ月目になるから、いつも私たちは、会えない、会いたいよ。会えないけど会いたいの。はい。こういう時はお金を出せば、大人は買い占められる。子供は家で寝て、あ、すいません。はい。
しっこおしっこ。早くして早く。はい。あ、置いてないですか。わかりました。ありがとうございます。危ない。危ねえ。はい。マジ何やった。よいしょ。あ、買ってきた15個。これさ、溶けちゃわない？こっちってことで。川の横の道。めくるめくる。俺たち流れる空もそのまま。ありました。あれ、これなんかずれたの。一箱あった。4400円だったっけな。この箱がかっこいいよね。かわいいよね。これこれは今日新発売のやつなのね。え、なんかこのデザインが可愛い。赤でレッドだからさ、パリパリ気持ちいいね。これ私結構好きなの。うわお、うわー。ちなみにこちらね、一つ値段がね、190いくらだっけ、194円だっけ、一箱で118円だね、一個。結構値段上がったよね。私たちの時代も30円だったのに。いきまーす、1枚目。あら、ブルック？ブルックだ。いきまーす。じゃーん。あ、サボ？あ、コビーか。コビーだね。じゃーん。ニコロビン。なんかちょっとターバンしてるね。これ映画バージョンのニコロビンかな。じゃあ、こちら。じゃーん。あ、ジンベイ。かわいい。ジンベイかわいくない？カス。びっくりマン、カスすごいよね。で、次、はーい。あー、かぶった！コビー2枚目。なってるってことだもんね。次、はーい。お！これじゃない？レア。出た。ちょっと待って。これが777円？シャンクスコイン。シャンクス。ゴーゴーシャンクス。え、なにこれ、これなに、ペポ。これなに、ペポちゃんってん。あー、え、なにこれ、ロココじゃない？え、十字架歌ロココ。なにこれ、これさ、コンプリートいけんじゃない？で、次、はい。ほら、被ってない。ラッキールー。いいんだよね。いきまーす。ほら、被ってない。ヘルメッポ。モーガン大佐の息子で海軍本部の少佐だって。で、次。お！ロロノアゾーロ。幼少期に誓った世界一の大剣豪を目指す三刀流の騎士。ロックな戦闘服に身を包み、新たな敵に挑むだって。次、よいしょ。あ、かぶった。ニコロビン。いや、かぶりもやっぱあるんだね。次、こちら。あー、ペポ。これ、かぶり。ね。で、次、はい。あー、かぶり。ブルック。あ、またウタちゃんだ。これは普通のやつだね。いきまーす。うわははははは。3枚目。ポピ、ポペ、ペポ。で、次。お！トットムジカ。これは映画に出てくるやつかな。音楽の島、エレジアに存在する楽譜を奏でることで具現化した魔王。悪役かな？
一国を滅ぼすほどの力を持ち、様々な形態に変化する。これ敵キャラだね。次。うわぁ、コビン。こういうのいっぱい出るよね。やっぱ雑魚キャラいっぱい出るんじゃない？ほらーほらー、これ外れでしょう。あ、違うやつな。こちら、ウソップ。あ、来たね、メインキャラ。で、こちら。お！歌プラス、十字架天使。物語を牽引するフィルムレッドのヒロイン、歌と悪魔 VS 天使のヒロインが歌姫衣装で奇跡のダブル主演女優コラボ。コラボシールだね、これね。元々の。じゃないの。あ、トラファルガーローだね、ごめん。ローが出た。じゃなくね。じゃあ次。うわー、また被った。でもいいや、シャンクスだから。被り、ね。ルフィ来い。あー、またニコロビンだ。ニコロビンも被るね。来い。これ誰？ヤソップだ。お父さんじゃない？キリ。あー、これ被り、ゾロ。いいね、こっかな。行きまーす。ルフィ。うわー。ブルック。あ、ヘルメット。これかぶったね。かぶり。よっしょ。うわー、コビーかぶり。せーの。あ、かぶってない。あー、サニー号だ。サニーくん。麦わらの一味を乗せる二代目海賊船サウザンドサニー号が可愛く変化した姿。サニーと喋るだって。あと7枚。よっしょ。あー、フランキー、かぶりなし、よーし。あと、ナミと、ルフィだけじゃない？よっしゃ。あー、来た、ナミ、よっしゃ。ルフィとチョッパーだけ、ルフィ来い。うわー、ブルック、イエイ。3枚目。よいしょ。うわー、かぶってきた、かぶってきた。またかぶってきた、ニコロビン4枚目。だからさ、ルフィが意外と少ないんじゃない？あ、あー、かぶりだ、ヤソップ。あ、あー、こっちねー。あー、2枚目、うたちゃん。うわぁ、これいいの出ちゃったよ。ヘッドロココも、うたちゃんの。うわぁ。あ、これ出てないんじゃない、この柄。ジンベ。出てるほらー、ネット上でね、ほらー、もうなえる、マジで。ほらー、3時も当たってないんじゃない？ほらー、またこういうの、ほらー、歌っちゃう。ちょっと待っててね。買われちゃった。ちょっと待って、もう一店舗行く。やられた。買い占められた。ちょっともう一個あるから、セブンイレブン。ありがとう。お財布忘れちゃって、私。ありがとう。はーい、買えた。よかった。よかった。行くよー。
かぶんないで、もう先に来て。よいしょ。うわー、かぶり。出ないね、ルフィとかが。うわー、かぶり。うわー。おう。はぁ？はぁ？サンジかと思ったの違った。これ何これ、かぶりじゃない？新しいんじゃない？出たよね。ないね。こちら、ベン・ベックマン。赤髪海賊団の副船長。常に冷静沈着で、状況判断も的確で優れてる。巧みな銃さばきで戦闘力が高く、海軍大将も警戒してると。行くよー。あー、ウソップ。うわー、シャンクス、かぶり。高田さんパワー。高田さんパワー。あ、これ初じゃない？初じゃない？こんな色なかったよね。おー！サンジ！あと2枚！サンジ来た！ 24 プラス1の中にシークレットも入ってるんでしょ？おー！チョッパー！あと1枚？あと2枚？来た来た、あとルフィだけだ。かわいいね。あ、ごめん、読むの忘れた。人間の能力を得た、青っ鼻のトナカイは、心優しき獣医、何でも治せる医者になるのが夢だって。うわー、ローだ。ロー2枚目。いい波来てる？モンキーリルフィー。きた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 。ナミ、かぶり。麦わらの一味は結構出にくいね。シャンクス来い、シャンクス。シャンクス。うたちゃんと、あ、これは出てるね。3枚目。シークレットだしね。ニコロビン。あと10個だよ。25分の10。何個買った？30の、25の、55の、70個。70個だよね。違う、このシャンクスじゃない。このシャンクスじゃないよね。シャンクスヤマトね、ダブルのやつね。シャンクスヤマト。お願いします！シャンクスヤマト！出たコンプリート。コンプリートしました。25種類。まずはコビー、このトムトッチか、悪魔だよね。あとシャンクス、ウタ、ヘルメッポ、ベンベックメン、トラファルガーロー、
ペポ、十字架歌ロココ、シャンクス&ヤマト王子。で、うたちゃんの違うバージョンで、ヤソップ、ラッキールー、うたと十字架天使、モンキー・ディ・ルフィ。で、ブルックとトニートニーチョッパー。で、サンジ、サニー。ウソップ、フランキー。ジンベイとニコロビン。ロロロアゾーロとナミ。こちらの25種類が、コンプリートでございます。いただきまーす。うまそうじゃない？でもさ、富田って結構太麺なんだよね。うん、美味しいじゃん。美味しい、富田だわ。チャーシューもね、薄くていいね。富田食べたことあるよ、私。実際店舗で。うん、美味しい。で、飲み物はジャスミン茶。何ベース？富田は魚介ベース。でも私あんまりつけ麺の魚介ベースってあんま食べないんだよね。養分くんとかが好きだよね、魚介ベースは。うん、魚介系ね。なんかあの AKB かなんかがやってるとこも行ったじゃん、養分くんと。なんどこだっけな、なんかどっかの店行ったんだよね、養分くんと。あれどこの店だっけ、一回なんか炎上してたとこ。AKB かなんかやってるとこ。いや、川崎じゃないと思うんだけどな。これ絶対合うっしょ、かき揚げ。昨日作ったやつ。うん、うん、最高。うん、うまっ。卵焼きとかもあるかも。これも作ったきんぴらも。昨日私が作ったやつね、これ全部。料理配信で作ったやつ。私ね、ジャスミン茶めっちゃ好きなの。緑茶よりジャスミン茶の方が好きだね。あのスーパーとかに、あのちっちゃい500のやつあるんだけど、1リットルサイズとか 1.5 とか売ってないんだよ。うん。これチャーシューいただきます。薄い。うん。うん。私、薄いチャーシューの方が好きなの。薄めの方がね。私は好みの味なんだけど、小峠くんね、養分伊藤くんを連れてったらマジって言ってたのよ。まずって。で、もう一つ私のお気に入りのね、武蔵屋っていうね、武蔵屋っていうさ、家系ラーメンがあるんだけど、そこも紹介したらまずいって言ってたのよ。なんかあんまり味が濃いのとかあの人好きじゃないと思うよ。コテコテのやつとか。だから魚介とかさっぱり系が好きだと思う。あと麺は太麺が好きなんだな。うん。
武蔵屋美味しいよね、普通にね。ご飯おかわり自由だし。ね、結構男の人は好きだと思うよ。チェーン店だしね。かき揚げうまい。武蔵屋はね、ご飯がおかわり自由なの。で、テーブルに、キュウリのキュウちゃんみたいのが食べ放題なの。それがね、マジでうまいんだよ。そろそろ養分との絡みが見たい？まあ、年末かな、会うのは。多分ね。すごーい。トロットロ。美味しい。あ、お茶ばかりやとチャリンチャリン。いや、沖縄旅行にも行きたいんだけど、今沖縄ってコロナすごいじゃん。東京並みにやばいじゃん。だってもう病床率 100% 超えちゃったんだよ、沖縄。コロナ。114% とか今なってるよ。結構やばい状況、医療崩壊起きてる。ってことは普通の病気の人でも足りないんだよ、沖縄は。普通に病気で入院しようと思っても入院できないんだよ、今沖縄県。例えばガンとかさ、いろいろあるじゃん、そういうの。糖尿だったりとかさ。お前意見がコロコロ変わるな？何が？終わってないじゃん。いや、沖縄は行こうって言ってたけど、コロナがめっちゃ増えてるからやめようって話だよ。ね、絶対にもらっちゃう可能性あるじゃん。ねえ。また東京かなんかに持って帰ってきちゃったんだよ。濃ゆくていいね。あのさ、つけ麺ってさ、濃ゆいからいいんだよね。めっちゃスープ濃ゆいじゃん。つけるからやっぱり。このつけ麺の汁を飲み干すのが、マジで、幸せ。この濃ゆいやつが。やばい。いや、普通のラーメンのスープの3倍ぐらい濃ゆいんで、つけ麺って。味がね。ラーメンのスープは体に悪いって言うけど、言うけどね。言うけど、体に悪いものは美味しいのよ。わかる？でも体にいいものは薄味でまずいの。本当に。体に悪いものはめちゃくちゃうまいんだよ。ねえ、その理論合ってるでしょ。ほんとだよ。肉をどうにかしろ、何が？いや、味覚障害はないな、私コロナになったけど。でもあの時は本当にびっくりしたよ。みんな嘘だと思うね、あのニュースでやって味覚がなくなるとかさ。ただ出てきたらもう大変なことになってみんながピシッと統一されると思う。ケンチ君、かっこいい。ナナちゃんを幸せにね。あら、お似合いじゃないの、二人カップルってね。これから結婚式はどこであげんのとかね。ね、二人は一緒に住まないのとかさ。先週のデートはどこ行ってきたのとか、もう、そういう話になると思う。やっぱ、ケンジ君とナナちゃんが一番落ち着くね、とかさ。もう大体目に見えてるねえ。それ、タヌキ掲示板かなんかでボロクソ書くんだけどね、ケンジと私のこと。もう大体わかってるね。あいつらマジないわ、あのカップルとかさ。ねえ。お金がなくても別れないと思う。
知らんよ、そんなの。あ、でもこの間そういう話したよ。私が、この先ね、ね、一銭もお金なくなって、ホームレスになったらどうするって聞いたのよ。ね、めちゃくちゃ困った時に、ケンジ君ってどうするって聞いたら、俺は、どんな状況でもお前のことを守るって言ってくれたよ。ね。俺が頑張るかなって。ね。ナナは、ナナちゃんを一生守るって言ってくれた。だから、心配しなくてもいいよ。俺が頑張るからって。って言ってくれた。うん。いや、ほんとに。それ一週間前ぐらいの話かな。あ、そうなんだって。うん。いや、かっこいいよ。当たり前じゃ、私が選ぶ彼氏なんだから。かっこいいに決まってんじゃん。ねえ。